こんにちは、オリエンタルマシーンです。本日は今私まだこれ松戸市なんですけど、千葉県松戸市ですが、これから北上して、野田市ですね、野田市の、陸軍支局内にある、軽自動車協会っていうところに行ってきます。目的は今まで乗っていた軽二輪の、250cc のオートバイですね、それを譲渡するために、登録抹消してきます。それが今日のこのミッションです。それでは行ってきます。結構並んでますね。軽二輪っていうのは結構いろんなことが有利でですね、例えば登録する時も全然お金かかんないんですよ。あ、ナンバープレートが540円だったか580円だったかで、購入するんですけど、それだけですよね。前は書類も有料だったと思うんですけど、今は無料になって行くとすぐくれますし、知らない頃は代書屋さんに書いてもらうとかやってたんですけど、そんなことやんなくても全然自分でできるっていうことも分かって、それから自分でやってます。そんな感じで全然問題ないんで、簡単に終わるんじゃないかなと思ってますけど、ちょっと行くまでがね、野田市なんで、ちょっと時間かかります。それはそれで仕方ないかなと思いますけど、無事故で安全運転で行ってこようと思います。幸いこのフロンテですね、今乗ってるのはフロンテですけど、とっても調子が良くて、こうやって日常使いできてるので、それは楽しいなと思います。なかなかね、人をお乗せする機会っていうのがないんですけど、そのうちそういうシーンも出てくるかもしれませんから、それはそれでまた楽しみにしていきたいと思います。もちろん今日は平日なんですけど、9時過ぎれば道が空くかなと思って9時に出たんですけど、案の定かなりこれ道空いてる方だと思いますね。ほとんどな、さっきちょっと工事やってて、そこのところだけ混みましたけど、あとはほとんどストレスなく走ってます。この左側の鈴木は私が人生の中で唯一新車買ったどこのディーラー、鈴木ですね。今後も私は新車を買う予定はないので、最初で最後の買い物だったと思います。ここはこっちに行った方が、みんな大体こっち行くんですけど、今の人たちは行ってないですね。ちょっとだけショートカットして、これから水戸街道6号線に出ます。今日はスマホのナビゲーションを使って渋滞回避の道路で走ってますから、ちょっと行きはそれに従って行ってみようかと思います。もう通勤時間帯は終わってるんですけれども、こっちの途中で案内が変わるんですよね、これね。本当にそうだとしたらとても賢いと思いますけど、そのようにちょっと従って走ってってみようと思います。今ここは北小金駅の近くなんですけど、線路越えたとこです。今流山に向かってますけど、駅の近くって銀行とかたくさんあるじゃないですか。で、私ん家の方にも、銀行の ATM とかですね、支店もありますけど、 ATM があったり、コンビニにはちょっと違うな。これからお話しようとしてるのはコンビニはちょっと違うんですけども、銀行の ATM ですよね、窓口と。ここを朝混むんですよ。で、どうやら私が知ってる範囲の私の観察によると、比較的ご高齢の方々がですね、まず朝一番で銀行に行くんですね。だから開店時間とか混むんですよ。9時ですよね、大体。で、その時混んで外まで並んじゃったりとかしてることあるんですけど、だから銀行の窓口とか ATM に行こうと思ったら朝一番はダメですね。で、次に特徴的なのが12時になると空くんですよ。それは皆さんが食事をする時間なんですよね。12時になったら食事をしなきゃいけないっていうルーチンがあるみたいで、それで一気にお昼休みには窓口とか ATM が空きますから、私はその時間を狙って行くことが多いです。待ち時間っていうのはやっぱね、ちょっと無駄になることが多いので、
そんなことがあります。それでさっき見てたらやっぱり ATM たくさんいたんですよね、人がね。そういうことになると思います。流山街道に出てきました。このままもうしばらく走って流山を抜けていく感じですね。ここが常磐道の流山インターの道ですね。ここから左に行くと流山インターに行きますけど、前は流山インターを入るために流山有料道路って言ったら、なんかちょっとだけですけどお金を払って有料道路を走らないと高速常磐道に行けなかったっていうことがあったんですけれども、今それはもうなくなったみたいですね。この看板の方もかなり消して直してあります。私はこのまま流山街道を直進して、これからいよいよこうだんだん道が片側一車線で、本当に昔ながらの流山街道っていう感じになっていくんですけど、そんなところを走っていきます。こんな感じのところが本当に流山街道っていう感じがしますね。ここはあの江戸川に沿って南北を通っている、昔から重宝して使っていた道路になります、流山街道。今日はナビの情報が正しくて、正しくない時もあるんですけど、ナビの情報が正しくない時もあるんですけど、今日はとっても正しくて空いてましたね。ここいつもこの手前ですごい並ぶんですけど、ほとんど並ばずにここまで来ることができました。ここちょっと変わったところなんですけど、右に曲がってここ下ります。昔は東武野田線って言ったんですけど、今は東武アーバンパークラインっていうのかな、かっこ、随分かっこいい名前になりましたよね。そこを越えるともうちょっとで野田の陸運支局が近づいてきます。運河っていう駅の近くなんですよね、これね。もうちょっとで到着します。こう右行った方がいいですね。あ、さっきの車が今行ったな。ここを左折ですね。教会は陸運支局のメインの方ではなくて裏側になります。こっち側ですね。別に表に車止めてもいいんですけど、表が結構満車の時もあるので、それでこっち側来ました。ここがまともな軽自動車教会です。よし、それでは処理に行ってきます。よし、手続きが終わりましたので帰ろうと思います。パワステがないので車庫入れとか車庫出しとかそういう時ちょっとつらい。でも全然平気です。まだ軽い方だと思います。それではこれから無事に帰ろうと思います。野田の陸運支局を後にします。それではまた後ほど。抹消しただけなんですけど、何にも1円もお金かかりませんでしたね。
税申告、つまりこれから税金は払えませんよということと、あとナンバーを返納したのでそれの返納書、それと譲渡証があれば、譲渡証はもう家で昨日ネットでパソコンからプリントアウトして用意してあるんですけど、それがあれば次の方がもうご自分の名義登録できます。住民票があればって言おうと思ったんですけど、住民票って有料じゃないですか。300円とか400円とかかかりますが、250円とか。住民票じゃなくて住所証明書っていうのが役所でもらえるので、それならば無料で2枚もらえるんですよ。なのでそこでもお金がかからないので、ぜひ皆さんも参考にして、できるだけお金がかからない方法で手続きをなさればよろしいかと思います。昨日はすごい雨だったんですけど、今日はだいぶ晴れましたね。晴れてないけど雨が降ってない。じゃあ曇りじゃないか。今のところ暑くもなく寒くもなく気持ちがいい天気です。これで今日は帰ろうと思います。これ16号線ですね。多分そんなに混んでないと思うんですが、まあ一応いつも通ってる裏道で帰ろうかなと思います。あ、こんなとこ信号できたんですね。いやー、しかしこの車本当にこうやって全然日常使いできちゃうんで素晴らしいと思いますね。今私もう一台軽自動車、 K っていう軽自動車持ってるんですけど、そっちがヤフーオークションに売りに出しててまだ売れてないんですけど、そっちが売れちゃったらこの車1台だけでも十分やっていけるかなっていう気が、そんな気がします。ああ、こうセブンイレブンあったんですけど、セブンイレブンも潰れましたね。コンビニも潰れますよね、よくね。今までコンビニだったところが介護施設になったりテナント募集になったりとか、そういうことがよくあります。あ、ここまだ工事してるんだ。これ本当はあの埼玉県側へ渡って三郷川、江戸川の土手の道を速道ですね、ずっと走った方がその時は早いんですけど、絶対早いんですよ。距離稼げるし信号ないから。だけどそこに行くまでがちょっと混むので、今短い時間ですけど迷って結局裏道、これ今柏市に入ってますけど、松戸からいつも私が通ってた道、その道で今帰ってます。あ、今この橋の下が常磐道ですね。常磐高速っていつもあんまり混まなくていいですよね。あの上り三郷の方に行くと混みますけど、その手前って結構あんまりほとんど混まないんで使いやすいところではないかと思います。ここは何だろう、柏の葉ともちょっと場所が違うかなと思いますけど、地図見れば分かるんですけどね。右側に同じような家がいっぱい建ってますね。昔よく私の父が言ってたんですけど、酔っ払って帰ってきたら自分の家が分かんなくなっちゃうって言ってましたけど、こんな感じがそうなのかもしれませんね。じゃあ冗談ですけどね、うちは全然あのこういうところに住んでませんでした、ね、住んでいませんでしたから。東大西門前って書いてあったけど、東大って東京大学のなんかのキャンパスの一つなのかな、ちょっと分かんないですね。柏の葉公園とか近いですよ、ここ。いずれにしてもその辺なのかもしれない。大型も結構走ってんですね。緑が多くて気持ちがいいと思います。あ、この左側が柏の葉公園じゃないかな。爽やか千葉県民プラザって書いてありますけど、それでですね、この辺で右に曲がる道があったと思うんですけど、そうしたらそこを右に入っていく感じです。あ、前の車もそうですね。多分目的方向は一緒なんじゃないかな。ここはちょっと市街地になります。ちょっとうる覚えですけど、道があそこのカーブミラーのところかな。
これ一本だけ左側に行くんだったと思うんですよ。あ、また前の人がこうナビゲーターしてくださってますね。案内してくれてるみたいに。さすが。そうだ、この道だ。この道も私別にどなたかから教わったわけじゃなくて、やっぱり野田の陸軍支局に行くときに混むことがあるんですよ。16号線が王道なんですけど、そこはやっぱり混むので、それを避けるためにいろいろ何回か研究してですね、だんだん道を開発しました。サラリーマンの時も年間一番多い時は8回ぐらいかな、あの陸軍支局に行ったことがあるんで、年間8回ってすごいですよね。それが仕事じゃない趣味ですから。ああ、これ前の車がいてくださったおかげで迷わずに来ることができました。しかも信号青でちょうど行けるかな。確かここは路面がすごい悪かったと思うんです。ああ、大丈夫か。大丈夫でした。いやー、ほんと楽しいなこれ。車がですね、運転が楽しいです。でも事故には気をつけて、十分気をつけて走ろうと思ってます。正面に見えてきた左右に走っている高架がつくばエキスプレスですね。もう私がこの道路を昔から走って、もう40年近くこの道路を使ってますけど、走ってる時、その頃はまだこのつくばエキスプレスもなかったし、この左右の交差点もありませんでした。この右側のファミリーマートで休んだことはあります。あ、今1台出てきてくれたから霊柩車の後ろにつかなくてよかったと思ったら、すぐ曲がっちゃったんで霊柩車の後ろになってしまいますが、今度は霊柩車が曲がってくれるので、ここでお別れしたいと思います。私が子供の頃に霊柩車を見かけると、親指を隠せっていうことが言われていて、みんなそうやってやってたんですけど、皆さんの地域でもそういうことはあったでしょうか。親指をなんか見せちゃいけないって言うんですよね。それの私は理由が分かんないので、ただそうやって言われたからそうやってやってただけですけど、縁起を必要以上に担ぐわけではないんですが、そんなようなことをやってました。今この左側に見えてきたのは江戸川大学ですけど、大学のことはほとんど分かんないのでノーコメントですが、まあ、ここも昔はなかったので途中でできたんですね。皆さん多分これ豊敷の駅から歩いてくるんじゃないかと思いますけど、結構な距離があるんですごいなと思います。皆さん歩いてます。これ20分ぐらいかかるんじゃないかな。まあ歩いた方が健康にいいですからね。あ、今バックミラー見たら青空が広がってきてます。前の方は白い空ですけど、後ろの方は青空になってきましたね。またこのまましばらく進みます。今豊敷の駅を通り越して、東武野田線、元東武野田線、東武アーバンパークのパークラインの線路と大体並行している道を走ってきたんですけど、今こう右折して、この高架がそのアーバンパークラインですね。これを越えると、もうしばらく行くと国道6号線に出ますので、その国道6号線から帰りたいと思ってます。渋滞しても横道がたくさんあるので大丈夫です。6号線に出ました。正面がイオンモールですね。これはイオンモール柏っていう名前だったかな。イオンモールです。これもいつ頃できたんだろう。昔はなかったですね。私も何回か来たことがあります。ここから6号線に入ります。6号線を東京方面に向かって行けるとこまで、行けるとこまでっていうか松戸まで空いてれば、そのままできるだけまっすぐ行って、混んでたら途中でどこか入っちゃいます。順調に流れてますね。今南柏、これ左に曲がると南柏駅に入るところですけど、今11時ちょっと前なんですけど、
この時間帯って大体空いてるんですよね。制限速度ぐらいで流れてて快適です。あんまりスピード追われるように走るのは得意じゃない車なので、こんぐらいのペースで帰っていければいいなと思ってます。この左側の店、今は神田書店っていう名前の本屋さんになっちゃってるみたいですけど、以前はここカーショップ大宝っていう、タイランドの大国のタイに豊かっていう字でしたね。大宝、カーショップ大宝っていう店で、結構そのマニアックな、私が欲しいなって思うような部品を置いている店でして、よく通ってました。これで北小金あたりまで来ましたね。もう松戸市です。このまま進みます。藤川大戸を通過しました。旧車を売ってるオートバイ屋さんで、結構な老舗ですね。昔からあります。ここだ、ここを曲がるんでしょう。なんていう道路かわかんないけど、ここです、ここです。どこ曲がるんだっけなって思ってたんですよ。テラスモールの前をもろに通ると、そこが結構混んでんですよね。だからこっちの方が絶対いいなと思ってたんで、どこだったっけなと思いつつ、曲がるところが分かったので、間違いないこの道です。この道を突き当たりまで行って右に曲がる感じです。これが突き当たりですね。突き当たりを右に曲がって、右に曲がると正面がテラスモール見えますけど、それのテラスモールが終わるところですね。終わるって言い方がおかしいけど、ここで国道じゃない、県道51号線だったかな、それに出ます。県道51号線ですね、これ多分ね。21世紀の森の近くまで戻ってきました。なんか道が混んでたんだけど、特に理由がわからないというか、信号のタイミングでしょうかね。ん？どうなってんだろう。ゆっくり、まあ動いてればいいんです。ああ大丈夫ですね、動いてればいいんですが、この道はね、なんかせっかく2車線なのに、この先こう右側から合流してき1車線になるので、なんかこう皆さんマナーがいい人が多いんで、全員がこう片側1車線走るんですよね。後ろの人もみんなそうしてるんですけど、前の人もそうしてるじゃないですか。それで1車線に合流するのも、合流っていうか車線だけが合流して車は合流しない。なんかみんながそうやってあのマナー良くして走るので、なんかたまにこう右側からごぼう抜きしていて、先頭でピュッてこう入る人を見ると、行儀が悪いというか、その人がなんかマナー違反みたいなような雰囲気にもなっちゃうんですけど、実際は違いますよね。2車線あるんだから本当は2車線使っていいわけで、こういうやり方やってたらこう2車線になっている意味がないんじゃないかなと思うんですけど、なぜか皆さんそうしてます。同じ意味でここの道も矢柱過ぎたところなんですけど、ぐーっと上り坂でこう広い道なんですが、ここは今度は左側から右にこうやって合流しますね。合流するので、やっぱりみんな右側の車線を一列で走るんですよ、マナーよく。でたまに左側から今度はごぼう抜きする人がいると、今度はその人が何て言うんですか、今度はその人がね、あの何て言うの、無法者というか、あの悪い人というか、そういう風な感じにこうなっちゃうっていうのが、ちょっとやっぱまだうまく交通が流れないところの理由だと思うんですけど、そんなこともあります。ここはあの今ちょっと正面工事し始めてますけど、道路がまっすぐ行くようになってるんですよ本当は。でもご覧の通りに正面にもまだ一軒家とかがたくさんあるので、こりゃまだまだ
になるのは先の話でしょうね。 なのでそれができるまでは一回こうやって左に振って、あのこれ正面が矢柱霊園なんですけど、霊園の脇の昔からある道をこう下っていって東松戸駅の方に行くっていう、そういう感じになってます。この道混んでるかなと思ってたら全然混んでないですね。ここ並ぶ時はもうすっごい並んじゃうんですけど、まあそれでも信号で順調に進むんですけどね。ということは渋滞を作ってるのはやっぱり信号のせいっていうことになっちゃいますけど、今日は全然空いてました。ここを左に曲がるとまた51号線、正式に51号線っていうことになって、なんか人が飛び出してきそうで怖いな。気をつけて帰りましょう。正面に見えてきたのが高架で、すごい高いところに走ってるのが北総線です。駅は東松戸駅になりますね。あの北総線って、まあ、松戸とか、船橋、白井、その辺をこうずっと走って成田まで行ってるんですけど、土地がアップダウンしてるじゃないですか。だけどアップダウン、線路はアップダウンしてないんですよ。あのずっとほぼ同じ高さのところを走ってまして、その理由っていうのはもともとこれ羽田と成田を結ぶ、空港を結ぶ新幹線を走らせようと思ってたんですよね。そういうこともあってスピード出して走りますから、あのカーブがあったりアップダウンがあったりするとダメじゃないですか。200キロと300キロ分かんないけど走るかもしれないんで、なのでもう一直線にほとんど起伏、アップダウンもカーブもなく直線に近い形で作ってるっていうのが北総線の特徴なんですよ。だからそういう感じでお金をかけて作ったから、日本でも有数の切符代、乗車料金が高いっていう路線になっちゃってますけど、新幹線の計画っていうのは、まあ、完全になくなったかどうかは分かりませんけど、今もう効かないので、でなんか乗車運賃も少し安くなってきたみたいですよね。それはまあ皆さん使う人にとっては好ましいことだと思います。ちょうどクロスして武蔵野線が走ってるので、北総線ができた時にこの東松戸駅っていうのもできて、武蔵野線と北総線2線乗り入れっていうことになったんですね。ここもブロンコビリーと後楽園と金山が一番最後にできて、食べ物屋さんがだいぶできるようになりました。まもなく国道464の高塚交差点を迎えます。もうすぐ家に着きますので、この動画はこの辺で、走行動画は失礼したいと思います。ありがとうございました。しかしまあ何にもトラブルなく、何キロぐらい走ったんだ、今日40キロ以上、50キロ弱ぐらい走ってんですけど、何のトラブルもなく全然普通に使えるので、これは珍しい。まあ40年前の車体ですけど、本当に当たりの車ですね。前のオーナーの管理が良かったんだと思います。無事に帰ってきました。50キロにわたる走行も何も問題なく、トラブルなく無事に帰ってくることができました。やったですやったです、ね、当たり前のことが当たり前じゃないのが旧車生活ですから。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。